7月3日は、グレゴリオ歴で年始から184日目にあたり、年末までは、あと181日ある。アドリアノープルの戦い。画像は、勝利を称えられる、コンスタンティヌス一世アメリカ独立戦争、ワイオミングの戦い大海ガラス、絶滅ゲティスバーグの戦い終結、広島戦争、定ニ・ヒグレーツの戦い上危機感謝マラード。 世界最高速度時速2 0 3キロメートルを記録第二次世界大戦メルセルケビール海戦フランスの世論を連合国から引き離したファーティフ・スルタム・エフメト教会通1296年にエドワード一世が奪い去ったスクーンの石スコットランドに返還されるフランス王類十一世誕生カズノミエオヤコない、新能誕生 徳川家持の性質となる作家フランツカフカ誕生。右画像は、プラハにある聖火。トム・クルーズと砂金納刀の名手、竹市随山切腹。シオニズムの運動家、テオドール・ヘルツルボズ。オスマン帝国第35代皇帝メフメト五世。彼は、青年トルコ島の苦月に過ぎなかった、藍沢事件を起こした、陸軍軍人、藍沢三郎重殺。 大阪市で新世界、ルナパーク及び、初代通天閣会場ソフトクリームの日、ありがとうございます。